はい、パーティーゲームがお送りするメガドライブミン2のプレイ動画、またお送りしていきます。今回パート21かな、うん、確か。はい、前回は、三輪さんちゃん、ゲーム機向けには初めて移植されたアーケードゲームですね、こちらをプレイしてみました。面白かったですね、これ。ドットイートアクションですけども、フェンスアクションでね、かわしたりどついたりってできたりして、結構そのワンアクセントがあるだけでもね、こう遊びの幅が広がったというか、とても38年前のタイトルとは思えない、今やっても楽しめる作品でございました。さて、次は今アクションやったから、またシューティングとかの方がいいのかな。これもシューティングなのかな。あ、これ言ってみます？ちょっと今もう本当にさらっと選んだだけですけど、はい、エクスランザー、1993年5月28日発売ですね。6つのボタンを駆使して戦う SF ロボットシューティングです。7種の武器を持ち、光をパワーに変換できる人型戦闘マシンエクスランザーと合体可能な2種の支援機を買って、少女ニーナを狙うオジーワイズ率いる騎兵師団と戦います。なんかもう専門用語が多いあ、でも ABCXYZ ボタンをフルに使うゲームなんですね。対応できるでしょうかそれが不安。はい、じゃあ進めてみたいと思います。さあ、どうかね。トヨタ、あ、これは井桁さんの名前ですね。一応なんかオープニングムービーみたいなのがありますね。長いな中に見えてるシルエットがエクスランダーなんでしょうか。あ、違うな、これは空か。で、なんか空を飛んでる、あ、これが敵集団ということなんですね。逆か、カマンカマンカマン、おお、はい、クランザー、まずはオプションのチェック。難易度はノーマルとハードのどちらかから選んでいただけます。コントロールが操作方法ですかね。あ、書いてますね。 A ボタンでこうショット C、 あ、はいはいはい、 A ボタンで左側にショット、 C ボタンで右側にショットですね。で、 B ボタンにスペシャルエポって書いてます。で、あ、なんか変形がで、支援機がどうこういう話をしてましたよね。支援機の操作が X ボタンと Z ボタンなんですね。で、Y ボタンでスペシャルエポート。なるほどね。はぁ、あ、はぁはぁ、だから X ランザーと支援機の両方を自分で自由に操作できちゃうわけですね。まぁ、あ、ちょっと初期設定でね、やってみないと何とも言えないところですね。はい、スタート。オッケー、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 エネルギーとか言ったら困るね。ターゲット。お、ステージ1スタート。はいはい、こういう感じですね。よ。あ、で、今、下から出てきたのが支援機ですね。いやー、これあれだな、同時に操作しながらって大変だね。C ボタンと A ボタンでね、ショットって話をしましたけど、支援機もですね、一緒に弾を撃ってくれるみたいです。これほっといてもついてきてくれる。あ、ついては来てくれるんですね。あ、だからあんまり
意識しなくてもいいかもしれないですね。おお、すげえ、派手。ちょ、なんかいっぱいダメージ受けてる。これ上から襲ってきた、なんか円盤型のやつがね。ああ、ちょっとはあくまで真横にしかできないわけですね。あ、ここ、アンチ。今アンチでしたね。スペシャルウェポン、あ、これがスペシャルウェポンですか。スペシャルウェポンが、ああ、右下のゲージがありますね。あれを消費して、スペシャルウェポンを使う。てかもうすでに瀕死なんですよ。それは知ってんだけどね。ああ、やれた。ああ、強い強いです。確かに。うん。さっきよりも早く倒せた気がしますね。あ、だから今壊しておるあの、でかい、なんか、ありますよね。拠点かなんかわかんないですけども。あれがターゲットで、で、上に残り3って言ってますね。要は、これこれこれ。これを要は、違うわ。これは中間っぽいってことか。おー、回復、回復。回復してあげてもやれてるけどね。あーはー、なるほど、なるほど。これじゃあ、ダメージ受けたらさ、いっそ戻ったらいいんじゃない？ねえ。これでまた回復すればいいわけでしょ。だから、慎重な派の人はね、拠点に戻ってきて回復っていうのをこまめに繰り返すというのも、一つの考え方かもしれないですね。結構画面で、なんていうのかな、相手の攻撃も目まぐるしく動くので、なかなかこう、思い通りに、コントロールすると思うと、ちょっと大変な気がしますね。あ、そして、ターゲットが残り一つ。これで終わり。なんか奥の方になんかこれ行くんじゃ。あー、はいはい、オッケー。もうすでにコンティニューしてるけどね。そしてあ、なんだなんだ、何が起こってる。とパーンだパーン。お、ボスっぽいですね。ちょっと待って、わお。これな、上に向かって撃てないのかな、本当に。いや、きついね、あんな。でもこの位置なら、この辺の位置なら意外と。これちなみにこれ飛んでますよね。上方向パッドの上を押すとあの浮くんですけども、あの離すと落ちちゃうんですよね。で、これはコンティニューというものはないっていうか、今のがコンティニューだったんだよね。これ難しくないかい。ああ、これでもうまいこと操作できたら最高なんだろうけどな。ちょっともう一回やらせて。だって難易度もこれ以上簡単にはできないわけですから、これで頑張るしかないんですよ。なので、あ、あれか、Y ボタン押しても同じことか。ちなみに合体したら何かいいことあるのかな。お、強い気がする。
さっきよりは順調な気がする。この先に確か拠点があったね。ほらほらあった。ここでしっかり回復しながらこいつらを相手すると思ったけど、あかんな先に倒さんと先にや回復が間に合わなかった今ね。まあまあでもここで結構じいじいね、ゆっくり動くぐらいだったら、さっさと行動してしまった方がもしかしたら、いいのかもしれませんね。ほらほら。あとこの、やっぱり上に乗って、攻撃してる時のが、もしかしたら攻撃力が高いとか、そういうのもあったりするかもしれませんね。で、ここで、あえて一回戻ります。ほら敵もさ 2,3 発当てたぐらいで倒せるわけですから、そう攻撃が激しいけど耐久力はそうでもない、ということを考えると、あっええあっ これはこれで体力あるんだ。今だから上に乗った状態で人を押したら合体しました。ああ、はい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 。で、この携帯になった時に、多分、スペシャルエポを変えれる。ああ、なるほど。なんだ、そんなにいい利点があるんじゃん。なんか、ちょっと、少しずつ分かってきた気がする。試しにこのもう一個のスペシャルエポを使ってみましょう。よいしょ。強っめっちゃ強いじゃん。ただ俺のイメージではさっきのボス戦だとあんまり役に立たんか。上の方行かなきゃいけないから、多分ね。一回試してみるか。ダメだね。やっぱり。一回合体。あ、この状態だと、上に撃ってくれる。自動で。ということは、これ、時は、あう!で、あ、こうなったら、このエクスガンナーで、ワオ。やられたけど、さっき。お、敵のミサイルもちゃんとゲージ入ってくる。お、なんだ、いけるじゃん全然。なるほどね。あ、ちょっと分かってきた気がします。さあ次は洞窟の中に入っていくんでしょうかね。そして。ターゲット。今度ここに行くんでますね。え、これ。はい。壊した。
このバイク形態でさ、戦術戦った方が強いんじゃない？って思うこともある。まあでも、火力はでもやっぱりこっちの方がいいもんな。で、飛燕機は、こうやって、なんていうのかな。X ボタンと Z ボタンで移動できるけど、向きは変わらないんですよね。だから向き変えたかったら、この形態で向きを変えなきゃいけない。だから、X ガンナを右に向けた状態でこう向くと、飛燕機も右に向き直すみたいな。うん。で、X ガンナが左を向いてる状態、左にシャットを打ってね。この状態で、飛燕機と合体すると、ちょっと説明させて。こう左側を向くと。いうことなんですね。そして右下、なんか丸いゲージがあるんですよ。あれは多分飛んでられる時間なんですね。これ、そう。赤いとこまで行っちゃうとオーバーヒットして、一滴が飛べなくなると。やば。そっか、こうやって離れ離れになってしまう場面もあるんだよな。飛燕機は飛べないからどうしようもないですもんね、結局。こういうところに関してはね。しかもあれだ。飛燕機がいないとあそこ通れないからぐるっと戻らなきゃいけないのか。だからその時のために移動させる必要があるのか。いやー、それなかなか難しいね、この操作感独特の。こちらの攻撃が届く、あちらの攻撃が届かない、ギリギリのところで、やられます。思ったけど、当たってたな。めっちゃゴリ押しになっちゃった。エネルギー切れ。乗れない。危険。切り替えて。このエクスガンナーとそのこのバイク形態と両方それぞれ独立して HP があるので、それもうまく活用したいところですよね。そしてやっぱり使いすぎたせいでスペシャルエポンが今使えない。いや、待って、壊れる。壊れる、言うてる端から壊れちゃった。ダメか。ちょ、よし。もう。あと2個もあんのか。飛ばないともう厳しいよなぁ。待って、なんかしかも拠点らしく拠点がないから回復できる場所もない。一応ね、上でなんかこう残りのターゲットはこっちの方にあるぞみたいなマーキングも出てはいるのですが、出番は敵が硬い。こう、敵が硬いというか、こういうやつの敵が硬いっていうのがあるので。なんちゃう最後のやられ方よ。なるほどな。はい。ということで、一応ステージ2まで戻してきました。操作をですね、ちょっとね、変えてみました。A ボタンで左に打つ。で、右に打つのを B ボタンにしてみました。B
薬品ボタンでスペシャルウェポン、うんですね、という形態にしてみました。この方が操作的にはやりやすいのかなと思って、ちょっとねそういうタイプにちょっと今変えてみたんですけども、まあこれでどうなるかちょっとやってみましょうっていきなりダメージ受けてるよ。あのさ、結構当たり判定でかいよねこうしてみると。ああこれよく見たらこれで電力をシャットアウトすることによってこの包帯が物言わぬロボットあの機械になっちゃうわけですね。えい、今のを壊すのが第2ミッションのね、今日鍵ということになりますけども、これ落ちたらいけないんだっけ。ああ落ちたらいけないんか、めんどくさいね。ちょっと待って、このなんかよくわからん倒せない存在がいるのがちょっとすごい怖い。おい、落ち着いて大丈夫だからね。よし、相手はこの狭い通路を通り抜けられなかったんでね。で影からこの発電力発電機みたいな感じなのかな、あれを止めることによってこいつが動かなくなると。ね、はいはい、いやーこっちにもいるんか。よいしょ、破壊したけどもやばいね。あー壊れた、コンティニューね。あー分かった、このなんか幽霊みたいなやつは光に当てて倒すんだ。あーなるほどね、そういうことか。はいこっち来て、はい、こういうことですね。でだからこれ順序よくいったらあの砲台にね、ダメージを受けることなく先へ進めるということなんでしょうね、順序さえ間違えなければ。順序が難しいみたいな。ちょうど当たるか当たらないかぐらいのところで、その時は無理だ。はい、ちょっと一回離れます。よいしょ、あー冷静にいったらいけるね全然。ここ取り抜けますね一気に。あここならいいわ乗れた、あとここと、はい、オッケー。これで戻って、したら下の方の砲台が多分動かなくなってるのかな。そうですね、止まってますね。おー、この大量の砲台があったこの場所をね、無傷で通り抜けられるということですね、これで。おー、楽楽。はい、ここは
ですよ。もうまだでも生き残ってるやつがいるね。壊せたけどもみたいな感じですね。あーごめん、今間違えて X ガンダーになってしまった。今ねこれ体力少ないからこの携帯になってたのに。あーでもこれ最後だな。あと1個はどこだ、探さなきゃいけない。あ、さっきの砲台が止まって、あ、これで上に行けるようになるってことか。面倒くさいよ。大変ですな。で、これが壊れることによって多分足場が消えるんだよね。これね、で落ちないようにする。前回死んだからね、それで。はい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 、敵がちょっとワンサカいるけどこれ無視して、おいっぱいいるけど無視して、こっちだ。うわぁ、ちょっと待って待って待って、こいつ最後の一旦なんだから倒したい、倒したいけど、クソ強いじゃんかよ。よいしょ、はぁ、でもこれボス今からでしょ。え、うわすげえ、奥行きわかりますかね、なんかちゃんと。おー、ちょっといいねこの表現、頑張ってますね。何終わってんだろう。はい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 、なんか来た。ああ、特に攻撃はしてこなかったですね。はあはあ、ん？これだけ？いや、そんなはずはないだろうな。だって簡単すぎる。今までと比べるとね。おお、抜けた。やばい。ほら、簡単かもとか言ったらこんなことになる。よいしょ。もう一丁。こいつ壊したら終わりじゃない。あと1体いる。あ、おお、べべべべべ、ちょっと待って、そのばらまいてる弾なんとかならんのか。ちょっと待って、このなぜか追尾してくんない、ここに来て。うわー、ビーム
あ、でも待って、撃ってくるとにタメがあるから、あっ、くぅ、いやー勝てそうだったな今の。しゃがめばいいんだけでしょ多分、あれ勝てそうだったね。ここまでちょっと時間的にはちょうどいいかと思いますしね。そうか、ちょっと悔しかったな今の。いけたね。はい、ということで、エクスランザーですね、をプレイしてみました。エクスガンナーってどっち言ってなかった俺エクスランザー、エクスランザーねはい、ということでね、ちょっとまあね、2D のアクションシューティングでありながらボタンをフルに使ってね操作するという、まあ非常にこうね、ゲームが上手い人というかね、ゲームに慣れてる人向けのね非常にテクニカルなゲームだと思います。やってることは一つ一つは単純明快なんですよ。要はさ、これ打ったら、これだったら右に打って、これだったら左に打つってだけですから。あと、Xランザーね。Xランザーと、支援機、それぞれで攻撃方法とか、動きとかが変わってくるという部分もありますので、それを見極めた上で、あともう一つ大事なのが、急がないこと。そう。Xランザーは結構ビューンって移動できるんですけども、一気に移動すると、その分敵が一気に出てきちゃって、猛攻撃を受けることになっちゃいます。まあ、これ、シューティングゲームとかでもよくある話ですけども、シューティングゲームとか、まあ、アクションシューティングでよくある話ですけども、とにかくね、多勢に無勢になったらもうこれあかんって話ですので、できるだけ敵をね、あんまりたくさん出現させないよう、少しずつ前進すること。例えば、ステージ1なんかはね、ずっと右に進んでいくだけですから、少しずつ進んだらね、実は敵の数そんな多くないです。あれを一気にガーっていくから敵がワンサカ湧いて、それが全部ついてきて、猛攻撃を受けることになる。で、結局、痛い目見ちゃうんですよね。少しずつ進めばいいんです。はい。まあ、そこを守るだけでもね、だいぶ、戦いやすくはなるんじゃないかと思います。あとは、ボス戦はもうなかなかね、でも、攻撃が激しいから、動きを見極めるしかないのかな、という感じがしちゃいます。全部ね、綺麗にかわすのは、相当難しいと思います。でもできるようになったら気持ちいいだろうね。はい。まあそんなね、テクニカルなゲーム、をね、お望みの方にとっての、なかなか歯応えのある、操作スタイルで歯応えのある作品になってるかなというふうに思いました。はい。気になった方はですね、皆さん、遊んでみていただけたらというふうに思います。はい、ということでメガドライブミニ2、次回のパートもまた新しいタイトルを取り上げていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。